三た文学、三た文学、三た文学は、慶応義塾大学文学部を中心に、刊行されてきた文芸雑誌。1910年、明治43年5月に、慶応義塾大学幹事の石田慎太郎の主導により、文学科教授の森尾外と協議し、植田里氏を顧問に、長い花風を主観に据えて創刊された。この時期の慶応義塾大学文学科は、家庭を、文学、 哲学、詩学の三専攻に分け、文学専攻では、家風のほか、幼い香る、戸川騎骨、馬場古長、小宮豊隆を、哲学では、岩村徹を、詩学では、山地愛山、高田茂とも、生きとし市を教員に加えた。三田文学会の主催により、七回の休館を経て、現在に至る。かつては、反自然主義的で短美派で知られ、シュルレアリスムの作家、 詩人も排出してきた。創刊期から森王貝、芥川龍之介ら既成の作家に発表の場を提供する一方、長井花風は熟成、慶応義塾出身者の弟子を多く育て、久保田万太郎、水上滝太郎、佐藤春らが育った。創刊された三田文学二王貝は横浜港を舞台にした三橋を発表、以後、六月号に 舞姫後実談とも言える、不信中、七月号に、ロダンのモデルとなった日本女性を取り上げた、花子、八月号に、王外の分身とも言える役人を、描いた、遊び、九月号に、発禁処分への意義申し立てである、フワスチェス、十一月号に、言論弾圧に抗議する、沈黙の党、十二月号に、虚無主義や無政府主義に対する意見を述べた、 食堂を発表するというように問題作を次々と三田文学に執筆した。家風は三田文学の総刊号から紅茶の跡という随筆を連載し、流山の学士の中で政府の検閲制度を批判した。このような反対性の問題作が次々と掲載されるようになり、谷崎純一郎の表風を載せた号が発禁になったことから大学側と長井家風が対立し、 カ風は辞任し、後任には沢梢、沢木小杖、沢木茂吉が主幹となるが、病に倒れ一時休館となる。1916年カ風が、教授辞職後は、次第に振るわなくなり、1925年に一時休館となるが、1926年、水上滝太郎を中心に復刊を果たし、三田派と呼ばれる、野口米次郎、木下木太郎、三木露風、馬場子長、 山崎志向、黒田小山、深川ヨガラス、藤島竹次らが、精神的主観として古い、他にも、伊ぶ瀬まっす庭文雄、和田義恵などの新人も多く登場した。新世代として、西脇純三郎、石坂洋次郎、柴田蓮三郎、原民美などが活躍したが、太平洋戦争突入により、危機を迎える。1923年からは、 折口忍が国文学、国学を講じた。また、関東大震災後の昭和初期に、戦記や文芸戦線等のプロレタリア文学が主流を占めるようになると、西脇純三郎が、シュルレアリスム運動を先導した。1928年から1944年まで、和木聖三郎が、編集長。敗戦後、丸岡明の農学者。 元老学書林が発行を引き受け、原民紀の被爆体験を綴った夏の花が掲載される。1949年から戸川秋骨賞を主催。戦後派の文学者も登場し始め、松本清張、柴田連三郎が、芥川賞、直木賞作家となり、安岡翔太郎、遠藤修作ら、第三の新人がデビューした。1954年。 再びの休館を経て、当時慶応義塾大学院生だった、桂義久、拓保秀夫、山川正夫の三人が、第五次として復刊させた。編集委員は、内村直也、北村武夫、佐藤明、丸岡明、村野志郎、山本健吉、といった工事だった。江藤厚氏が、夏目漱石を連載した。1957年に、休館。 1958年に第6次として復刊。編集委員は、堀田義恵、梅田春を、遠藤修作、安岡翔太郎、白井浩二、柴田蓮三郎、庄司総一。1962年に休刊。1966年に第7次として復刊。江藤敦氏が編集委員に加わり、遠藤修作が編集に当たったが、1970年に、 休館。藩元は農学書輪。1951年に竹縄当社。1968年には講談社と変わり。1976年に第二期は収館した。1985年に復館し、現在に至る第八次。2009年から文学界が休止した同人雑誌批評のコーナーを引き継いだ。年四回発行。 事務局は、大学内にある、会員制による、三田文学会という指示団体によって発行されている。2017年4月、福田拓也は、公認の関根県編集長就任に対し、三田文学の終わりの始まり、高みから転落しつつあると強く反発、良識のなさ、見識のなさ、文学的センスのなさを、指摘、資質は、深刻に問題視されるべきだとした。 具体的には、関根県編集長自身の著作を書評欄で取り上げたこと、穂坂和氏、テルテールサインズと、梅原武史の村人が亡くなったこと、片岡千香こと、岡エリナの短編の掲載取りやめ、三田文学女子会の終了を批判している。坂本忠夫の小林秀夫と川上哲太郎は、引用を貫ねる中に批評家の言葉をなぞるけという、批評性ゼロのひどい代物。 三原隆子の夏の星は、愚き極まりない小説であると指摘し、三田文学理事会の中枢あるいは、周辺の仕事を利益供与の体制が確立しており、三田文学会理事たちのための三田文学であると批判した。一連の福田の問題提起に、三田文学会理事長の吉松剛造は、関根県編集長に関する福田のツイートとブログを削除すること、少なくとも、 今後3ヶ月の間は見た文学についてツイートやブログを書かないことを要求したが福田は定調にお断りした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。